子も女の子もなんかなかそれだけで、ね、
者に負けない熱い演奏をお送りしますので、どうぞ最後までお聴きください。1曲目に演奏した曲はザ・クールの風になりたいでした。現在も CM に使われているのでご存知の方も多いのではないでしょうか。式は佐藤子の味わいの先生でした。私は本日の司会、2年トランペットパートの柴田千春と、同じくトランペットパート、添田未来です。よろしくお願いします。続いては、今年流行った2曲を学生式でお送りします。1曲目は、欅坂46のサイレントマジョリティです。指揮は、新刊リーダー、原田みのりです。途中、トランペットとフルートにソロが入ります。トランペットは、4月から楽器を始めて、本日初ソロです。どうぞ、温かく見守ってください。2曲目は、King&Prince のシンデレラガールです。指揮は、木管リーダー、木下あすかです。こちらも、木管などにソロが入ります。また、2曲とも演出も入りますので、こちらもどうぞご注目ください。それでは2曲続けて、どうぞ。Thank you.
のバンド、キッズスターイメージがリリースしたナンバーで、日本では1999年に CM にて使われたほか、映画「スリープガールズ」の劇中で演奏され、大きな話題になりました。そんなノリノリな曲を私たちもノリノリで演奏します。途中、サックスとトロンボーンのソロにもご注目ください。指揮はここから最後まで、顧問の町田恭子先生です。それでは、どうぞ。Thank you.
ションもいいけど、やっぱりファンタジーランドが一番だよね。そういうことだったんだ。ファンタジーランドといえば白雪姫やピノキオとか名曲が盛りだくさんだよね。特に星に願いをの大人のムード満載の演奏が素敵だよね。じゃあ最後はこの曲で決まりだね。ディズニークラシックスデビュー、みんなでディズニーに。
アンコールありがとうございます。ワンズボールさんでは何度か演奏させていただいておりますが、1、2年生になりまして初のワンズボールさんになります。先ほども言いましたが、4月から楽器を始めて初ソロを吹かされて昨日まで泣きながらやってた子が今日はよくやったんで後で頭をグリグリしてあげようと思っております。はい、それではですね、平成最後の夏ということで、結構盛り上がっテレビなんかが盛り上がっておりましたが、私なんか昭和の人間ですので昭和が終わるなという方々が亡くなってしまって悲しい思いをしております。最後にみんなで盛り上がれる曲ということで西城秀樹さんの、ヤングマン YMCA をやりたいと思いますのでぜひ一緒にやってください。よろしくお願いします。それではヤングマンです。よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございます。これで、あるんですけども、3時からもう一度ありますので、同じプログラムになりますけれども、また違う面も見れるかと思いますので、お時間のある方は、ぜひもう一度足をお運びいただければ大変嬉しく思っております。本日は、このような機会をいただきまして、どうもありがとうございました。最後までありがとうございました。